よし。はい。謎の女のとこいましたよね。いないよ。はい。いません。なんすか？一発目から。なんだっつってんだよ、この野郎。ああ、クソガキ、この野郎。マスクの、裏技な。おい、ひわい、聞いてんだよ。てめえよ。なんだよ、朝から一発目からよ。言ってねえよ、この野郎。おい。椅子の話なんかしてねえんだよ、この野クソが都合が悪くなったらロムリやがってよ。だから。謎の女が佐野さんを知ってた、知ってるよ、そら。いましたよね、じゃねえだろ。いねえだろうがよ。知ってるよ、そら。知ってんのといたのは違うだろうが、この野郎。すいませんだろう。売ったらここにいるお前人間はみんな俺がお前言ってたみてえに思うじゃねえかよ。たかこいてんじゃねえぞ、この野郎。おい。知ってるよ。LINE だって来てるし。会ったことだってあるから。おめえが口出してくんなよ、そんなこと。誰だ、おめえ。なるほどね、じゃねえんだよ。すいませんだろ。だい、しゃしゃってくんなっつってんの。勘違いしてたんでしょ？ごめんなさいって素直に言えばいいだけの話。あんちゃんな。言えねえんだ。情けない。なるほどねだって。なるほどちゃんになっちゃったよ。じゃあ、俺の放送にはいらない人間なんで。はい。さようなら。
だね。フラットバーのナムル、決まった。あざーす。特命係とありがとうございます。ていうかさ、俺さ、コラボ枠にしたんだけど、俺の枠でコラボ上がってこれるやつって多分いねえよな。間違いなく。わかんねえけど。ああ。フラットバーのナムル、決まった。あらーす。ないわさあ、頑張んべ、今日も。なあ。4時頃、目がさ、4時頃、4時ぐらいに目が覚めちゃってよ。カツオ漁船いらっしゃい。うっす。うなおはよう。コテハンがハゲってなってるんで、ブロックです。さよなら。すいません。にゃんこ先生おはよう。ポンポいらっしゃい。本何読んでんの？ や、言ってる意味がわかんないんだけど。どこに俺の今、この映像の中に本があるの？普段日常的に何を読んでるかってこと？言わない。教えない。海猫いらっしゃい。もんこさんいらっしゃい。なんだよこれよ。コラボ枠取ってミスったな。画質が悪いな。おかわり取ってきます。一回切って取り直すか。どうせ人数変わんないし。どうせ今日何時間もやらないし。
どうせ上がってくるやつなんかいねえと思って撮ってみたんだけど、ただやれるかなと思ってやっただけ。あんたたち行くわよ。いいわね。デビー。だっていつもさ、あれだよ、俺にほら、売名かけてくるやつとかいるじゃん。たら、いいチャンスなんだからよ。チャンスタイムってたまには取ってやんねえとかわいそうじゃん。なあ。ここぞとばかりに。たかだか佐野でもチャンスタイム取れるんだから。可能性にかけてみろよ。つらさらしてよ。ベッドよ。そういうのがないとダメなんだ。面白くないんだよ、配信ってよ。おじさんは、そういうの好きじゃないんだよね。あ、電柱の影から石投げるようなやつって。面白くないんだよ。そら無理だよ、やっぱり。なあ。それは無理っすよ。やめしまうか、コラボワークは。意味がなかったな。せっかくチャンスタイムだった。俺がコラボワークなんかやるのなんてほとんどねえかんな。だって今167人だろ。俺これすぐ枠切って開けても大して人数変わんねえから。バリバリの火災人、まーちゃん、いらっしゃい。いちごさんいらっしゃい。山口バイキンマン、おはよう。ワミさんもおはよう。でもワミさん今日、遅いやん。いつもだいたい2番目、3番目に来んの。寝てた。
だろ。いつもだいたい2番か3番には来てんだよ。よく見てんだろ。そうなんだよ。今日、若手の登竜門としてコラボ枠開けたんだよ。誰も上がってこないんだよ。やっぱりちょっと荷が重すぎるかな。佐野だと。ダメっすか？佐野のコラボ枠だと。小僧は小僧でコラボやってりゃいいってこと？それだとかわいそうなんだよな。俺ももう、ねえ、なんかで役に立ちたいからさ。せっかくだから、俺もじゃあちょっと協力してやろうかなと思うんだけどさ。クソガキに。って思ってコラボ枠開けてみたんだけど。2、30人の小僧によ。じゃあ上がってくればいいじゃんって。よっさんとか金杯クラスは、あれはもうあるから、俺とコラボする必要ないんだよ。逆にあれが来るとうるせえから、ダメだよ、あいつらは。シャッシャー！せっせーんだからもう。また来たよ、バカがよ、ってなるんだから。そうだろ？ーとか言ってくるんだから。だろ？で、あれだよ、原ちゃんとか来る。ええー、せねえ、ええー、せねえ、ええー、せねえ、とか言ってくるんだ。今日は俺は優しさでできてるから大丈夫だよ。心配しないで。佐野さん、おはぴー、誰だっけ？おはぴーがわかんない。ああ、下品な花フックね。今日早い時間にも来てたよね。覚えてんだろ？ちゃんと見てるから。2回目な。これで、来たの。よく覚えてんだろ。第六天魔王。フラットがあのなむ。決まった。あらす。あれば花火ありがとうございます。カツオ漁船？今年の漁が終わったら店行ってもいいですか？だって、漁があってカツオ漁が終わるって言ったって、あれじゃねえかよ。戻りがあるだろうよ。
もう8月は終わってんだろ？そろそろ。秋の戻りカツオの量もあんだろうね。真夏はねえかもしんねえけど。うん。だろ？だから戻りカツオが終わってからだろ？了解了解。いいよ。漁船 OK。だ、俺のお店に来たら、どうも漁船ですって言ってくれりゃいいから。その時、かつお節一本持ってきてくれりゃいいから。どうも漁船です。調子です。だって、カツオの漁船は、その時一番高値で入るところに入るから。銚子だろうが、高知だろうが、九州だろうが、どこでも、無線でやり取りして、一番高い値段で、落とせるとこに入るんだから。坊さんありがとう、決まった。あら、何トンの船かわかんないけどね。でかいのはね、一本釣りだろ、どうせ。出たらしばらく帰ってこないんだから、3ヶ月ぐらい。やっと10年です。ベテランじゃねえか、もう10年っつったら。そうだな、関東南からだったら、まあ、銚子もそうだけど、焼津、あとはどこだろう、まあ、四国と、あとは九州だな、鹿児島とか、あの辺に入るかな。一応、前から2番目の席で釣ってます。水、ジャー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 やってな。ああ、知ってるよ、そんなの。俺だってよ。小魚が暴れてるふりをしてな。イワシが暴れてるふりをして、コマセじゃねえけど、魚寄せて、バンバン釣っちゃうんだから。ヒロコもおはよう。
なんか、この間ヒロ君があれじゃねえ、写メ上げてたじゃねえ。ホモみてえな、写メ上げてたじゃねえ。この前、ジギング行ったら、船酔いして一日中寝てました。行くな、乗り合いだろ、それ。何狙いに行ったんだよ。ジギングっていうぐらいだから。岩島きもやったんですが、あ、一番頭でだ。こうやって。で、くっせんだ、あれ。あのね、薪は、もう、くっさいの、もう。もうね、風呂入ってもう取れないから。ボッキで投げるんだけど。ヒラマサで、ジギングで、まあ、船酔いはもうしょうがねえよ。しけてたんじゃねえの？その時は。平政。大体1メートルとか、そんなもんだろう。上がっても。余裕は誰もあります。いや、ほとんどそうだと思うよ。酔わなくなるよ。船は。あれ、三半神経だから。こんなおじいさんみたいな晩節は嫌だな。いや、大丈夫だよ。あんたはこういうふうにはならないから。その前にお前は多分自殺だから。心配すんなよ。鬱になって自殺だから。お前みたいなのは。おめえがいくつだか知らねえけど、鬱で自殺しろ、バカ。ああ。